はい、どうも皆様こんにちは、こんにちは、こんにちは、何回言うんでしょうか。つなきゃぴでございます。はい、今回はですね、ハンガーゲームズをやっていきたいと思います。これでテイク3ですね。ここら辺で終わりたいと思うんですけども、もうそろの喉の調子がねおかしくなりそうですね。はい、頑張っていきましょう。今日めっちゃ調子いいんですけど、なぜか恐怖乗り越されるというね、そんな日々でございます。日々じゃないですね、日々ですね。はい、やっていきましょう。ちょっと待って、僕のだぞ。ちょ取るの早くない？ここで石剣にパンチされたら僕は死ななかった。ありがとう、殺さないでくれてありがとう。よし、頑張っていこう。でもこっちのルート行ったことないから初めて行くルート。さあ、ここどこにレアチェストがあるのでしょうか。あ、わかりました。まずこの奥にレアチェストがあるんですけど、多分誰かが取るので絶対行きません。そしてまずね、こっちのねパスチェストを取りやす。あれ、はい、取ります。僕的なルートですね、はい、僕のルートですね、はい、今考えつきました。頑張りましょう。じゃあ本当に今日はですね、調子いいんですけどなんか漁夫られるんですよ今日。めっちゃやばいです今日の漁夫の利用率は。まあね、ちょっとこれのおかげでダイジェストの方はね結構取れそうなんですけど、はい、ちょっとね漁夫乗られすぎかなって感じですね。邪魔だこの足、死ね。よし、あれ待って、あっちにねレアチェルートあるんだけど、あいつがさ邪魔してるから、そう取りに行けないんだよね。まあ調子いいんでね、素手でも倒しちゃうんですけど、あえてここはねテイク3なんで、さすがにそんなアホなことはしません。はい、よいしょ、よし、清野、オッケー、清野で倒していこう。これならもう余裕のよっちゃりですよ、よっちゃり。よし、あいつ倒そう。かかってこい。待って、あいつ金のあれあるやん。バカ野郎、一発殴れるか。ほっ、完璧。あとは剣の M、 よーし、勝つことができました。やりました。あれ、鉄装備はあった、あった、イエーイ。これ上手くないですか。僕天才だと思うんですよね。今日の調子は本当にいいんですけど、なぜか漁夫のりが何回言うんでしょうか。わかりません。ちょっと待って、ほっ、よし、オッケー、一発でいけた。ここレアチェストなんですけど、グリッチつかないと取れないんですよ。なんで知ってるかっていうと、グリッチしたことがあるからなんですけど。まあこれ言わないでください、バンされちゃうんで。まだ言わないでください。あー、バカ野郎。じゃあほんとね、あっこレアチェストなんですよ。なぜあっこにチェストを作ったのか、それを知りたい。ほんとにここにチェストを作ったらグリッチしたくなるでしょ。ちょっと待って、登れない。ほっ、オッケー。じゃ今度こそ成功しないとね、さすがにね、旋回優勝をね流したる、したる。てかなんか重たいんだけど、 PC、 あーちょっと待って、 PC が重たい気がする。 FPS は出てるんだけど、多分動画の溜め込みすぎだな。これでミスった。待って、このバッグはさ、俺の持ってないさ、こいつ倒すわってつるになるやん。待って、バカ野郎、お前バカ野郎、お前じゃない、お前呼んでない、お前全力で多分こっち来るよな。待って、こいつだけでも倒せば。まだ来ないで、頼むから。待って、前からもさ鉄する来るとか聞いてないんですけど、当たんないんですけど、あ、痛いんですけど、痛っ、ちょっと MCSG さん、